はい、それでは赤狼第7回やっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回はね、序盤の難所幻落ち幻をね倒しました。なんとか倒せましたので、今日は多分現代というかね、戻ってまた新しいところ行くような感じになるかなと思います。でその前にいろいろねスキルっていうか強化できるものが増えたと思うので、こっちはないかな。エマさんは特にないのね。特にないので、あとね咳する人いるので、霧ガラス、じゃあまあ強化はできないっぽいですね。コマーシュ、最終的に何がいいんだろうね。仕込みもこっちは斧で、こっちは手裏剣だって。で、あとは幻、まだ持ってない。あ、でこれがね、増えるんだって。あーでこれ3ついるよ。じゃあしょうがない、ここで2つ貫切り、これ貫切りの方がいいんだけどな。オンを手裏剣、どうしよう。手裏剣持っときたいんだけど、これいらないからもう。まあ邪魔。これ外すにはどうしたらいいんだろう。外す。それでこの2つだけあればなんとかなるかな。で、これ一個ね、これ多分あそこだと思うんだよね、お兄さんのところ。こう行ってみようか。
ああ、結局アイテムないとダメなのか。来てもしょうがなかったな。ごめんなー。しまっとってな、みんな。あ、いつも哀れな。じゃあ先進んでいいかな。日の天式行っても特に何もないもんね。ちょっと待った。あ、斧持ってるわ。結局ここには何もないの。
見てる。つくず、そこ2人いるな。そこなんかやばそう。ちゃんと、そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。大丈夫なのかな、こっち。何もなさそう。いる。もう2人いるじゃん。登れないの、どっかから。
ションはどうしたらいいんでしょうね。よかった。あ、数珠玉だ。あ、スキルもゲットできた。あー、よかった。どうやら沈まったようじゃない。沈まったよ。ゾクビ、まだ生きておるぞ。何？瀕死は、瀕死はどう？あそこにお社がある、仏様がある。よし、あと一個数珠玉。よし、じゃあ一応今日はね、ここまでにしておきましょう。お疲れ様です。ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる？はい、お前さん、千宝寺を知らんのかい？わからないです。金剛山の千宝寺。尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。はい。ありがたや、ありがたや。
あ、でもなんか向こう行けるね。あ、閉ざされてるなら開くって書かないで。あ、なんか下行けるっぽくないこれ。下行けるのかな、まあ、わかんないですけどね。はい、じゃあ次回はね、この辺りを探索してみたいと思いますが、めっちゃなんかいない？あ、間違えちゃった。めっちゃいる。なんか強そうなのが、中ボスっぽいのがいる。じゃあ中ボスでしょ、絶対。よし。じゃあここ、今日はここまでにしておきたいと思います。お疲れ様です。